才コンビ、見取り図の盛山慎太郎、37、とリリー、39、が28日、都内で行われた、アインシュタイン、山崎交際ヒート&ハート公開録音イベントに、ゲスト出演した。アインシュタイン、山崎交際ヒート&ハートは某、AT レース振興会が提供をする文化放送の、ラジオ番組。見取り図とアインシュタインは大阪時代から付き合いが長い。リリーは昨日、稲田直樹、38、に会いたいと電話をかけたそう。予定が合わず実現しなかったが、稲田は、俺は今日、修、録画を終わってから、ちょっとご飯でもと思ってた。お互いが会いたがっている、って嬉しいなと喜んだ。配達を受け取った際に配達員から声をかけられるなど、本名でやる、徳がないと力説する盛山は、最近新たに芸名を考えているという。トラック、白熊、クジラ、空母など芸名候補をいくつか挙げると、いいなと思う芸名の1位が、ロングコートダディのウサギなんですよ。既存の名前が好きなんです。芸名の理想を明かした。ウサギに対抗しカメを勧められると、なんでウサギとライバルなん？あいつと同じカテゴリー、と突っ込み。しかし、ほんまにゆくゆくは、芸名つけますよ。盛山はいつでも捨てれます、と語り本気度を見せていた。